粉チューブからのお知らせです。粉チューブを見ていて、動画に出ているあの人に質問したい、こんな動画を作ってほしい、第五人格のあの人の動画を見たいなんて思ったことありませんか？そんなあなたのお悩みを解決するために、粉チューブ公式ツイッターを作りました。公式ツイッターについて、粉チューブへ質問がある場合、プロフィールに書いてある URL から目当ての人へ質問してください。動画への要望は固定ツイートのリプ欄に記入してください。また粉チューブは動画投稿の依頼も受け付けています。動画を出してみたい方は DM まで。編集サムネイルは粉チューブがしますので、興味のある方はぜひお気軽にご連絡ください。 Twitter のフォローよろしくお願いします。それじゃあ早速本編へどうぞ。いや、強報電は使わなくて大丈夫です。まあ、機械技師の本体解読の時代であれば強報電でいたんですが、あそこは別に切り合えば食らってしまった後にチェイスを伸ばすには強報電がないとダメなので、普通に一発食らっても板の方に行くべきでしたね、うん、使わずに。なるほど。さあ、すみません、5試合目いきましょう。はい、日の川公演始まっていきます。リッパーもすでにステインを隠すような動きをしていますね、これ。そしてジェニファーヒロ選手がまず耳鳴り見つかっていくでしょうか。囚人足跡をここで見つけることができました。ファーストチェイス始まっていきます。囚人です。ここまず板を先倒し1枚しましたね。ここ刃場の読み合いが発生しています。強報電で板を当てていきました。うまい囚人。これで一発をまず回避してチェイスを続けていきます。刃の読み合いですね。また刃を避けていく。本体攻撃で一発もらってチェイス場所を変えていきます。このままリッパー追っていきますが、ここの場所のリッパーチェイスはどうですか、ノアさん。そうですね、まあまだ存在感が溜まっていないので、うんうん、強いんではないでしょうか。おっと、ここで回復してる技師に刃を打っていきました。これはどういうプレイでしょうか。まあ当たれば機械技師救助に来れなくなるので、うん、その分解読の手が止まるということだと思います。そしてこれオフェンスが粘着に来てますね。そうですね、初手からチェイスの粘着に来ています。オフェンス囚人のチェイスはそうですね、割と伸びていっていますが、ここのポジションはちょっと厳しいか。刃で当てていきます。オフェンス。そうですね、粘着に来ています。透明化しているので見づらいですね、ここ。で、そのまま釣ることができそうです。オフェンスを警戒しながら椅子まで持っていきます。きちんとオフェンスの方に視点を向けていますね。はい。うまいですね、警戒は。うまいですね。で、このままチャド選手が4割まできちんと稼げるかどうか。ここは他のサバイバーも技師もいるので、時間は稼いでいきたいところですね。はい。刃の攻防です。マチャド選手、避けることができるか。うまい、ナピマラ選手、当てていく。おっと、タックルを狙って、ここホームランです。ナピマラ選手、救助狩りを決めていきました。いや、うまいですね、刃。うまいですね。ここで、オフェンスも釣っていくでしょうか。おっと、耳鳴りがしましたので、下ろして、救助の警戒をしていきます。必死ですね。ここまた刃を当てることができるでしょうか。おっと、うまい。必死で刃を受けていきますが、オフェンスを持って狙っていきます。惜しい。ここで囚人のダウンを取って、オフェンスもまず一釣りをしてから、あと義士を殴ってダブルダウンですね。囚人を追っていくでしょうか、これは。オフェンスの方ですね。切り替えて追っていきます。刃でダウンを取りました。これ囚人が逃げている先を横目で見ているので、これは囚人を釣るのではないでしょうか。これスリーダウンの形が完成しております。オフェンスも義士もダウン場所ほぼ分かっているので、これ囚人釣ってから他のサバイバーも釣れそうですね。はい。ですがここで回復に来ています。大使3人が固まっている状態となっております。でこのまま
械技師暗号機が上がっているので残りあと新規1台ですね。そうですね、あと1台残して技師のダウンとオフェンス負傷となっております。いや惜しい、これはオフェンスがうまく避けていきました。これはノプマロ選手少々読みを外してしまいましたでしょうか。で祭司がうまく補助ワープを作っております。で騎士も騎士会を吐いて起き上がりました。でこのままワープを通ってワープを消していってからオフェンスを追っていきます。ここオフェンスボールが、ね、残っているのでチーズ伸ばせそうですね。そうですね、このまま今ボールを使って2階建ての方に逃げていきました。おっと、ロングワープに入るでしょうか。お、入っていきました、ロングワープですが、ダウンを確定してロングワープを消してリッパーも透明化してそのままダウンしている位置に向かっていきますね。いや、これは暗号機の方に圧をかけていくか。そうですね、ここまあ暗号機の方に圧を、おっと、異常、おっと、ここで異常。今回も初手以上でしたが、初めてここで異常を使いましたね、この試合。これ、機械技師は、そうです、オフェンスを起き上がって、祭司が回しに行っていますが、はい、ここで機械技師のダウンを取れれば。そうですね、技師のダウンをうまく取っていきました。ここでサバイバーがもう異常を使われたことが分かったのではないでしょうか。技師、機械性吐いた後なので。そうですね。はい。サバイバーが少しきついでしょうか。祭司がワープを使ってチェイスしていきます。でオフェンスが強ポジの方ですね、新規解読を始めています、はい、ですが技師は機械を吐いているので放置してそのまま祭司を追っていきます。おっと、歩いてしまった、原選手大丈夫でしょうか。やり残ってしまいました。おっと、うまい、ここで板の読み合いに勝ってリッパーがダウンを取っていきました。祭司1ダウン目です。ここ、地下がありますが、地下には釣らず、そのまま橋上の方ですね、の椅子に釣っていきます。そうですね、ここも、オフェンスボールを使っていって、確定球ができない状況、またこれ1段目食らっているので、そうですね、まあ、ドーミキッチュ上がりができてしまうかと。岸もロボットがもう残り少なかったので、回復することもできず、はい、オフェンスもそのままダウンとなっていきました。月の川公園、リッパ4釣りです。新種宿女の皆様、この度は平チャンネルの動画をご鑑賞いただき誠にありがとうございました。よければ高評価チャンネル登録をお願いいたします。また他の動画もおすすめとなっておりますのでぜひご覧ください。それではあなたのランク戦がいい結果で終わることをお祈りしております。人知を尽くして天命を待つ、どうか神のご加護があらんことを。